今日は第何回目や今日は第142回目のですね、東京商栄塾でありましてですね、東京と神奈川と大阪で3会場で毎月やってましてですね、合計すると396回目となるわけであります。今日もたくさんの方をお越しいただきまして、講師の方々も立派な方ばっかりが来てですね、いいお話が聞けるものと思います。今度5月の10日に見開き2ページの新聞広告を出しまして、ここにですね、載ってますが、これが今からオープンするホテルでしてですね、一番上が、ちょっとこっち見せて、これが、あれね、2000数の超えるホテルと、日本最大のホテルができる予定であります。これは大阪の難波の方ですけども、難波とか梅田とかいろんなところで、大々的に大型ホテルも、1000数を超えるホテルというのはうちしかないようなもんでしてですね、2000数を超えるホテルは最大のホテルですからですね、まあ、どんどんと、観光産業に力を入れてですね、日本が一番の成長産業は観光産業であってですね、その中にある、宿泊業というのは最も投資額も大きいですしね、まあ、私がそれを担ってですね、全国に大型ホテルを展開しようということで、どんどん増やしております。まあ、どんどんホテルも増えていきますしですね、まあ、それに見合うですね、事業もやっていかなきゃいけないというようなことでやってましてですね、私は前々からですね、いわゆる二頭を追うのは二頭とも得るというかね、事業活動と言論活動と、この2つを同時にやることこそ、もしこの一方だけがやってたらここまでうまくいかなかったしですね、両方やってたからこそうまくいったと、まあ、二頭ものは二頭とも得るというようなバカなことを言う人もいますがですね、二頭ものは二頭とも得るという心がけで、今後も頑張っていきたいと。今日の商栄塾も素晴らしい講師の方々がお越しいただいております。よろしくお願いします。ありがとうございました。